はい、多分風チャンネルのルーリオです。本日はですね、5月20日にこの多分風チャンネルで行いました、チャロブラザーズのなんちゃんさんとのコラボについてちょっとだけ振り返りとですね、お礼をしたいなというふうに思っております。はい、というわけで本日、5月21日に撮影しておるんですが、昨日ですね、この撮影日の昨日、5月20日の夜の9時からですね、日本時間ですね、グローバルなチャンネルを目指しておりますので、日本時間とあえて言わせていただきますが、にですね、チャロブラザーズという、YouTube のチャンネルをお持ちの、なんちゃんさんにですね、突撃取材といいますか、Zoom でお話をさせていただきました。本当にですね、なんちゃんさんもですが、皆さん来ていただいた方、皆さん本当にありがとうございます。500人ぐらいの方が常に、配信見ていただいたようで、都合つかなかった方もいらっしゃるかもしれないんですが、ですね、本当に来ていただいた方がこう、コメントで盛り上げてくださったがゆえに盛り上がったんじゃないかなと。盛り上がったが2回になっちゃいましたが、こうコメントがたくさんあったからこそ、こう楽しくね、僕もお話、緊張もほぐしつつお話できたなというふうに思っておりますので、改めてちょっとお礼をさせてください。本当にありがとうございました。あとですね、なんちゃんさんですねには急にね、僕からお声掛けをして、ちょっとこんな感じでズームしたいんですよっていうふうに、お話をしてですね、何て言うんですかね、こう僕個人的にも1対1でお話しして、YouTube で生配信をするっていうのは初めてでしたので、ちょっと緊張する部分もたくさんあったんですが、なんちゃんさんとても優しい方でですね、スムーズに、配信することができたなというふうに思っておりますので、なんちゃんさんも本当にありがとうございました。で、内容の方なんですけど、結構あれですね、そのなんちゃんさん、チャロブラザーズさんが、以前出した、藤井風さんのですね、グレイスとキラリの完全コピーの MV の裏側についてだとか、あとはインドについてだとか、いろいろお話を伺いました。なんかインドは、個人的にはですね、去年ね、風さんがグレイスを撮影したって、グレイスの MV が公開になった時にですね、ちょっと行こうと思ったんですよね。これを事前の動画で言ったんですけど、ちょっと行こうと思ったんですけど、いや、インド一人はないなって、できないなっていうふうに個人的に判断しまして、やめましたが、今回ですね、なんちゃんさんのお話を聞く限り、なんか思ったよりインド怖いとこじゃないぞっていう風に思い出してですね、ちゃんとね、計画を立てたら大丈夫って、その代わり計画立てとかないと困るかもしれないよっていうお話をされていたので、そうですね、なんか行く際はですね、ちょっと計画を立てたらいけるんじゃないかなっていうのと、今回ね、全部が全部頼るのは人頼みになるのは申し訳ないんですが、ちょっとね、なんちゃんさんともお話できたってことで、万が一行く際にはね、ちょっといろんな情報を聞いてみようかなというふうに思いましたし、アジアツアー、今回風さん残念ながらといいますか、インドの、開催はないということですけど、風さん結構ポコポコライブを去年まではされていたので、今回もなんか追加があったり、他のツアーがすぐね、今年なのか来年なのかは分かんないですけど、やったりするんじゃないかなって勝手に個人的には思っておりますので、そういった際にはですね、是非僕もインド公演参加できたらなというふうに思っておりますので、なんかインド公演あってチケットが万が一取れたらいけるぐらいのお話はたくさん聞けたなというふうに思いましたので、皆さんどうですかね、皆さんもどう思いました？インド意外といけるなっていうふうに思った方も多いんじゃないでしょうか。そこはなんかインドについて理解が深まったのかなっていうふうには思っております。であとはそうですね、MV についてもたくさんお話しさせていただきましたが、なっちゃんさんが作られたチャロブラザーズさんが作られた「グレイス」と「キラリ」についてもお話しさせていただいたんですが、結構あれみたいですね、もう1泊2日でグレイスなんか撮りに行ったっていう風におっしゃってましたし、キラリは2ヶ月ぐらい、まあその2ヶ月会社員の方なの駐在員の方なので、まあ、それをばかりやってたわけではないと思うんですが、期間としては2ヶ月ぐらい制作するのにかかったとおっしゃっていたので。やっぱり手が込んでるなというふうに感じました。で、お話聞いてからもお話前もですね、そのライブ配信前もですね見させていただいたんですが、やっぱりこのカット割りとかがすごい丁寧というか、特にキラリの方はなんか慣れてきたのかなって個人的には思ったり思わなかったりしたんですけど。すごい細かいなと愛にあふれた作品だなというふうに思いましたし、あれですね、なんか撮影してるのが iPhone1 本でしてるっていうのはやっぱりなんか編集もすごいなっていうふうに思ったので、まあ、僕は多分あんな動画撮れないんですけど、素敵な動画今後ね僕ももうちょっとね編集技術といいますか。もうちょっと動画に対して欲を持っていきたいなと思いましたが、ちょっとこれに関しては保証はできないんですけども、もうちょっとね動画の質も上げていきたいなというふうに思った、一幕でした。であとはあれですね、チャロブラザーズとして今後風さんのMV を撮る予定があるというふうに、お伺いしましたので、僕も一ファンとして視聴者として風さんファンとしてもチャロブラザーズのファンとしても楽しみ、どんなクオリティの作品が上がってくるのかなとか、あとはなんかどの作品をするんだろうかみたいなところもですねちょっと楽しみにしておこうかなというふうに思うんですが、実はあれですね、余談なんですけどライブ配信終わって、10分ぐらいですねライブ後に1対1でお話しさせていただいたんですが、この作品の MV を撮ろうと思いますみたいなのは僕だけちょっと聞いちゃったんで、多分世界に1人だけなのでそれは秘密は守ろうと思うんですが、個人的にはその曲が、変わっちゃうかもしれないんですけど、結構構想はもう練っててみたいな話。ここで撮ろうと思っててみたいな話を聞いたので、すげえなってもうなんか頭の中では出来上がってる感じがすごいしたので、あとはもう映像になるのを待つだけみたいなところにあるのかなというふうに思ってるので、僕も楽しみに、皆さんも楽しみにされてると思いますが楽しみにしておりますので、是非ねいつになるかはちょっと分かんないですけども、公開された時にはまた生配信なりこの多分風チャンネルなりでもですねお話できればなというふうに思っております。はい、というわけで本日はですね5月20日の、チャロブラザーズなんちゃんさんとのコラボについて少し振り返りとお礼をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。あとそれだこれも聞きたかったんですけど、僕ね今回ちょっと Zoom の機能を使って画面に事前にお伺いした質問を投影するっていうことをさせていただいたんですが、どうでしたか？なんかどんな話をしてるのかとかどんなことを聞きたいのかみたいなところが画面に何も表示されてないとちょっと分かりにくいかなとかも思ったので、途中から参加した人とかが特にこのこと分かりにくいよって思われるかなとかも思ってですね、僕なりになんか新しい機能 Zoom の機能があったので使わせていただいたんですが、その辺もですね見栄えというかもうちょっとこうしてくれたらもっと見やすかったとか、あとは今回で結構見やすかったのかちょっと教えていただけるとありがたいなというふうに思っております。っていうのも皆さんお気づきでしょうか、昨日のシーンですねタイトルとかサムネの方にシャープ1とかボル1っていうふうに書かせていただいておりまして、ボル2をしたいなと。チャロブラザーズのなんちゃんさんとは第1弾で第2弾他のね風チューバーさんともちょっと話してみたいなとか、計画は全くないんでもはい、思っておりますので、今後の参考というふうに思っておりますので、ぜひなんか思ったことあればですね、このコメント欄で教えていただけるとありがたいです。ちょっと生中に聞けなかったので、はい、よろしくお願いいたしますと、あとはあれですね、あれこそはっていう風チューバーさんいたら、僕となんか別に喋りたい人いないと思います。コメントかなんかで教えてもらえるとお話ししたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日いろいろお話ししました。いかがだったでしょうか。今後のチャンネル、多分風チャンネルのコンテンツ見たい、風さんの情報見逃したくないよという方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。この動画面白いと思ってくださいましたら、ぜひグッドボタンもお願いいたします。というわけで、最後ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画もしくは生配信でお会いしましょう。バイバーイ。